皆さんどうもこんにちは、ゆめたべじです。今回はですね、こちらオオクワガタの原点、中国ホッペリン、こちらの今期ブリード予定の生態の紹介をしていきたいと思います。最後にはですね、こちら先週ですね企画させていただいたプレゼントのね抽選会も最後の方でやっていきますので、ご視聴のほどよろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。はい、それではですね、1生態目から見ていきましょう。はい、こちらがですね、福建省北峰産のホペイオオクワガタになります。これ見てください、このバランス、全てが整っている超イケメンなホペイオオクワガタですね。顎幅はですね 6.0 から 6.2 ミリくらい、そこまでね極太というような形ではないんですけども、この全体的このフォルム整いすぎててね、本当に大好きですね、このホペイオオクワガタ。たまらないですね。これはこの材の上にね乗せるものではないんですよ。基本的にはこう手に取ってね、こういう風な形で見る、これがね、私はもう2のね、ホペイオオクワガタ大好きな人の2のこの遊び方、うん、もうじゃれ合いっていうようなね感じで私は思ってます。絶対に噛みませんね、うん、この子はもう絶対に噛みません。もう超ね、私も触りまくってるので絶対に噛みません。超仲良しですね。もう血統はですね、この子は皇帝血統になりますね。本当にね整ってる、超かっこいいホッペイオオクワガタですね。それではですね、2匹目の生態も見ていきましょう。はい、それではですね、2匹目の生態を見ていきましょう。はい、こちらがですね、海南島産のホペイオオクワガタになります。これね、先ほどの北峰産のオオクワガタとは違って、この大顎がですね、湾曲が強いんですよ、めちゃくちゃ。このね、特徴的な大顎、湾曲していて、すごくね、可愛いんですよね、このホペイオオクワガタも。これね、見てわかりますか？この湾曲している大顎、すげえ可愛い。サイズはですね、この子が約70ミリですね。類大は CBF7 なんですけれども、しっかりとしたね血統もあって、かなりね今季力を入れたい海南島産のホペイオオクワガタだなっていうふうに私は思ってます。いやー、すげえこの湾曲がね強いのが生まれてきてくれたらいいなっていうふうに思いますね。これよりもね、もっとグッとね湾曲しているねホペイオオクワガタいますので、それにねどんどんねこう年数を重ねて近づけていきたいなっていうふうに思います。いやー、かわいい。それではですね、3匹目の生態も見ていきましょうね。はい、それではですね、3匹目の生態を見ていきましょう。はい、出てきましたね。こちらはですね、福建省産の中国ホペイになります。日本に初期入荷した平成8年型のねホペイオオクワガタの類代品ですね。一切ね混じりっ気のない正規の類代ホペイオオクワガタになります。すごいね、この子も美形、もうねかっこいいっていうよりももう美形としかね言いようがない綺麗なホペイオオクワガタになります。
この子はですね、前回の動画であげた子の兄弟になりますね。サイズは 73.2mm。 そこまでね、大きくはないんですけれども、形の整った美形なホペイオオクワガタです。この子は2年目になるんですけれども、しっかりとね、今年もこの子から種付けしてブリードしていきたいと思います。それでは最後の生態もね、一緒に見ていきましょう。はい、それではですね、最後の生態も見ていきましょう。いやー、もうめちゃくちゃ活動的ですね。こちらのホペイオオクワガタはですね、オオクワデライト様より購入しました厳選血統のホペイオオクワガタになります。これね、今まで見てきた生態の中で最もね、大きく、そして顎幅もあり胴幅もある、超ね、いかついホペイオオクワガタになります。ツイッターなんかでもね、オオクワデライトさんは羽化情報なんかも掲載されていますので、ぜひですね、オオクワデライトさんのツイッターを見ていただけると、すさまじいね、生態を飼育されていると、かなりね、びっくりしますので、皆様もね、ぜひ見ていただければと思います。オークションなんかでも販売されてますのでね、ぜひオオクワデライトさんの生態手に入れていただければと思います。これぞね、人気のフォルムのホペイと、現代のホペイオオクワガタっていう感じがしますね。この内視ね、すごいですよね。バラのトゲみたいですね、これ超いかつい。胴幅もね、すごいですし、もうやんちゃですよね。もう見た感じ、もうやんちゃ、もうこれしかね、言いようがない。本当にね、かっこいいね、ホペイオオクワガタだなっていうふうに思います。すごいな、この顎かっちょいいっすね。今年もね、オオクワデライトさんからはね、生体をどんどん購入してね、ペアリングしてブリードしていきたいと思いますね。ここでホペイの紹介は終わりとして、抽選の方やっていきたいと思います。それじゃあホペイくん、今年もよろしくお願いしますね。それじゃあ抽選の方やっていきましょう。はい、それではですね、抽選の方やっていきたいと思います。今回はなんとですね、23名様がですね、応募してくれました。本当にありがとうございます。それではですね、このくじをですね、お姉ちゃん、お兄ちゃんする？いいよ、お姉ちゃん、どっちもいいよ。はい、入れてもらって、はい、それシャッフルしてください。うん、はい、しっかりシャッフルした？うん、いいよ、お兄ちゃんもシャッフルしていいよ。はい、それじゃあですね、早速1枚とりあえずね、1名様引いてもらおうかな。どっちでもいいよ、引いて。うん、はい、それじゃあ持ってきて。はい、どうも。まずはお一方目、オープン、星桑様ですね。うん、星桑様、これを動画の方ね、見ていたらツイッターの方から DM ください。はい、それじゃあ次、お二方、お二方目、はい、どうぞ。ねえ、その変な顔やめて。いた、うん、顔映ってる。はい、ちょね、なんでオープンしてもらってない。一応ね、これやろう。はい、それじゃあ開けていきます。じゃじゃん、お、雪の城様ですね。いつもね、YouTube なんかでコメントをくれてるね、雪の城さん、ご当選おめでとうございます。
DM の方待ってます。はい、それでは3人目はパパ引こうかな。いい、じゃあパパ引かせて3人目。よし、いくよ。はい、それじゃあですね、3人目引いていきたいと思います。よし、来ましたよ。これを持っていきますよ。3名様ラストのお方ですね。オープンしていきましょう。じゃじゃーん、お、高木和則様ですかね。高木さんもですね、 YouTube にいつもコメントくれるファミリーですね。はい、ご当選おめでとうございます。よーし、よかったですね高木さん。まあ、前回もね、プレゼント企画にも参加してくれて、頻繁にね、YouTube の方にもコメントくれますので、ご当選おめでとうございます。はい、それじゃあですね、3名様全員引き終わりましたが、ここからね、さらに追加で2名様くらい抽選しようかな。もう2回引く？もう1回ずつ引く？ね、それではもうお二方ね、今回は特別としてね、特別枠として引きたいと思います。じゃあいいよ、お姉ちゃんがいいね。いつも船行くするね、お兄ちゃん。うん、はい。顔映ってる？顔映ってないよ。でもちょいちょい出てるよ。はい、それじゃあですね、4人目の福引きをオープンしていきたいと思います。誰に当たるかな。ドン、お、尾崎和美様、よかったですね。尾崎さん、コメントでね、くださいと、なんかね、すごくこう心に残るようなコメントをしてくれた方ですね。前回もね、プレゼント企画参加してくれて、今回もね、参加してくださってる尾崎さん、ご当選おめでとうございます。いや、すごいね。それでは最後、これが正真正銘最後のね、くじ引き引いてくれ。お兄ちゃん、長男、頼むぜ。バーバーって何バーって、おーじゃないの。おーじゃあもう一回やる、もう一回やりますよ。うん、じゃあ最後の1枚目引いてくれ。おー、お、元気だね、いいね。はい、自分でめくって見せてくれる。はい、それでは最後のね、型をオープンしてください。みんなに見せて。はい、旅人ロマン・ウォンテッド様ですね。これ見えるかな、これ見えるかな。旅人ロマン・ウォンテッド様ですね。ご当選おめでとうございます。はい、それではですね、 DM の方お待ちしてます。 OK、 今回はこのね、5名様分この5枚のね、抽選をしました。またね、こういったような企画、動画の方でちょいちょいね、小さな企画やっていきますので、ぜひですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい、それじゃあ今回の動画はここまでです。それじゃあまたね、バイバーイ。みんなバイバイして、バイバーイ。